国立天文台ベラ、小笠原観測局2016922、敷地内で撮影ベラは、超長期戦電波干渉法による、電波置天文学を探求する日本の計画である。ベラプロジェクトとは、相対 VLBI の手法を用いて、銀河系の三次元精密立体マップを作成する、国立天文台の電波観測プロジェクトのこと。 4機の合計20メートル電波望遠鏡を用いて銀河系内に存在するメーザー天体の位置と運動を精密に測定し銀河系の構造と運動について研究を行う。これまでの観測によって銀河系構造の大まかなことは分かっていたが正確な電波源の位置や運動について大規模な研究は行われなかった。ベラプロジェクトでは 相対 VLBI と地球の交点による年収しさの測定を合わせて、より精密な電波源の位置及び運動を観測することによって、銀河系の構造や銀河系の進化を解き明かすことを目的に観測は進められている。国立天文台では、合計20メートルのパラボラアンテナを水沢局、入力局、小笠原局、石垣島局の4局に設置し運用している。 これら4つのパラボラアンテナの特徴は、同時に2つの天体を観測できるに、ビーム電波望遠鏡であることである。1つの受信機の視野を観測天体に、もう1つの受信機の視野を観測天体の近くにある参照天体に向けて同時に観測することによって、待機揺らぎを補正し、天体の位置決定精度を向上させることができる。この観測手法を相対 VLBI と呼ぶ。 2007年7月、ベーラを用いて、オリオン大成分中のオリオンキロリットル天体までの距離が1425プラスマイナス62光年と求められた。オリオンキロリットル天体は星の誕生を探る上で重要な天体であるため、その距離を精密に測定することは極めて重要である。なおこの結果は、オリオンキロリットル天体の距離を測定した過去の観測のうちで、 最も精度の高いものである。同時に S269 という星形成領域までの距離が17,250プラスマイナス750光年と求められたことも発表された。これは年収し査の測定によって距離が決定された天体のうちで最も遠い天体であり、ベラの高精度位置決定性能を実証する結果である。北海道大学とマコマ局。 情報通信研究機構鹿島局、国土地理院筑波局、宇宙航空研究開発機構薄田局、岐阜大学岐阜局、山口大学山口局を光ファイバーで結び、VLBI として運用する。この両計画は相互補完関係にあり、地上から大型電波望遠鏡として観測を実施するのがベラ観測。宇宙軌道にある。 人工衛星に搭載した観測装置と地上に設置した電波望遠鏡を用いて観測するのがスペース VLBI 観測。一般に干渉系では気仙長が長くなるほど感度が落ちるので気仙長が3万 km にもなるスペース VLBI の場合、例えば遠方の活動銀河角のブラックホール周辺などの極めて明るい天体の超高解像度観測に向いている。 一方、ベラプロジェクトは銀河系内のメーザー天体を継続的に観測しその運動度位置を精密に測定することが目的であるが、このような観測はスペース VLBI では不可能である。そもそもの目的や適合する観測が異なるため、同じ VLBI 観測とはいえども競合するわけではなく、むしろ相互的な役割を担っている。 韓国や中国に設置された電波望遠鏡などと共同で約 6000km に相当する気線長を持つ国際 VLBI 観測計画があり、この観測計画にもベラの観測装置は参加する予定である。観測計画共同実施機関。ありがとうございます。